で、マスカするとき、ほんと怖みなさん、こんにちは。カラノアです。ピーン。今回はですね、初の100均企画です。イエーイ。今回は、そのダイソーで買った、じゃじゃーん、メイク道具で全部メイクをしていきたいと思います。イエーイ。しかもあれだよね、最近出たダイソーのコスメ、うん、でも結構多めに買ってきたんで、なんかこれから買おうか迷っている人もおすすめできたらいいなって思ってます。よし、じゃあ早速やっていきましょう。オー。やっぱじゃあ最初アイシャドウが、アイシャドウ4個あるんでね、はい、あー楽しみ。4色あるんで2色ずつにします。ででで。ノアはこちらです。こちらゲットしました。おお、ブラウンですね。安定ですね。安定しました。これでノアさん、紫両方やばいね。どうぞ。紫引いちゃった。どういうメイクにしようかね。で、カナがイエロー。続いてチーク。チークにしよう。でもチークにヒル。これだ。こっちの色、コーラルだって。お、パープ。いいじゃん。いいじゃん。パープ、なかなかいいですよ。次は、せーの、ロング。やった。ボリュームです。次はリップスティックの方。これ大事だぞ、印象が変わる。あ、いいんじゃないの。あ、いいじゃん。なかなかいい感じに振り分けられてる。いい感じ。なんでだろうね。本当だよ、すごい。今回はこのセットたちでうちらメイクをしていきましょう。こちらを使っていきます。てててて。え、すごい。え、このさ、すごいなんかオレンジっぽいライトブラウン。すごい。え、かわいい。めっちゃ濃いけどかわいい。の最初紫塗ります。あ、夏って感じ。え、かわいい。パープル、かわいい。ああ、見える。え、見せる。やめる。ライトイエロー塗ります。おお。え、めっちゃ黄色じゃん。めっちゃ黄色いです。目尻らへんに塗ります。ポンポン乗せた。黄色っていうか白っぽい。ポン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 。ほら、うわ、すごいわかる。まあ、グリーン塗りますね。なおもかなみたいに目尻に塗ります。ちょっとはみ出るぐらい。なんかアリエルみたい。いそうじゃない、アリエルに。なんか目の色が、いそう。すごいアリエルにいそう。奇抜だね。めっちゃ奇抜。綺麗。色は綺麗、すごい。じゃあ次に使うのはこちらのリキッドシャープライナーブラックです。ねえ、口開く。いいよ、開いて、どうぞ。マジメイクの時のあるある、黙る。ほんとね。ちょっと待って。センキュー。センキュー、センキュー、センキュー。うそ、うそ。なんか、絶対アイライナー最初、ブロブロしない。揺れる。揺れるだ。じゃ、ノー、揺れる。あ、ごめん。机にじゃつかない。これぐらい、すごいナチュラル。いい感じ。気持ちいい。めっちゃ。かけた。はい、次マスカラ。マスカラします。長くなりたい、まつげ。ね、マスカするとき、ほんと怖い。ねえ、人のメイクしてるときとかを見て笑って。ほんとやや、失礼だわ。のチークします。そうです。すごいユニコーン感半端ないよ。あー、かわいいね。合うね。できた。最後はリップです。リップ、ノアの大好きなリップ。先、この紫色の方塗っていきます。はい。おー、え、すごい、ね、え、ピンクっぽい。かっかピンク。え、すごくない？なんか紫っていうかピンク感。え、いい、その色欲しい。その色超欲しい。
めっちゃいい、めっちゃいい。鼻フックしたいみたい、鼻フック。おー、結構赤め。うん。じゃあ、カナも塗ってきます。はい。あ、すっごいなんかナチュラルですよ。かわいい。学校行くときとかいいんじゃないこれ。うん。どう？あ、ブルーしてる。これはまあ濃い色のときでちょっと色重なったくないなってときは透明でいいわ。いいね。一通り完成しましたよ。完成です。こんな顔になりました。うん。はい、ということで今回はこのダイソーで買ったメイク道具で全部メイクしてみました。してみました。結果はこんな感じ。すごいどれも発色良くて。これが100円だよ。100円です。100円。激安。びっくり。ここにある以外の色もまだまだあった。リップもバーってあった。可愛かったんで皆さん気になるのあったらぜひダイソーに行ってみてください。行ってみてください。はい、ということで本日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは次回のカナノアもお楽しみに。バイバイ。